そのさ、まあ、建造へっていうことが踏み込んだ。第一歩。で、なんか、これは、11年3月週刊誌はこれが違う。まあ、そういうふうなものを作るという。検討するという空母。はい。そう。日本がですね。日本空母まだ持ってないんですよね、確か。ああ、でしたよね。持ってないですね。で、これを作る予定だと。うん。僕としては嬉しい話でしたね、これは。ね。この辺。やっぱこういうね、まあ、僕ら詳しいことはあんまり分かってないっちゃ分かってないんですけども、やっぱりね、守りは固めていかないかなとは思うんですけど。中国の様ですよ。要は結局中国が、空母を持つっていうふうなもとじゃないですか。はいはい、ありましたね。なんかこう、まあ日本での空母は必要かっていう。でも、一応でも、日本に空母は必要かとかも言われてたんですけど、何やったっけ、攻める必要がなかった空母いらんじゃないみたいなことも言われてたんですけど、でも空母持ってくれて僕としては嬉しいかなっていう。ね、やっぱりね、そういう、今までそういうのね、いらんのちゃうのみたいな話になってましたけども、やっぱり改めてこういう危険が目の前にあるっていうことで。そうですね。ようやくこういう話になったかと。よっと、ちょっと軍事、でも軍事費減ってるけどね。でも、まあちょっと僕としては防衛費、これ以上減らしてもらったら、やっぱこう、ロシアみたいに舐められるようなこと、てかもうロシア、中国、韓国にも舐められまくってんで。今ね、今そんな感じですからね。さて、次は、はい。9番の、はい。ちょっとひどい話なんですけど、はい。こうでしょう。まだ僕の兵庫県の話で、僕が住んでる兵庫県の話なんですけどね。神戸市教育委員会が、はい。これ、我が国を禁止用語に、ほう。したらしい。これですね。っていうか、これを差別用語だというふうな、なんかこれを、なんて言えばいいかね、我が国という言葉は差別用語だというふうに、なんかこう認定して禁止するという、禁止したというか、もう、徹底したらしいんですけど、そしたら理解不能なことが起こってる。それが意味なんですね。誰向けの配慮なんですか、これ。ほんと。我が国はとかよく言うじゃないですか、初心。言いますね。自分の国を我が国って読んで何が悪いんでしょう。これ英語で言えばマイカントリーですからね。そうそうそう。それを、ちょっと日本式にフォーマルにして我が国って言ってるのを私の国、我が国ってちょっとフォーマルに言ったら、それが、差別用語だ。誰が何を差別してるのこの言葉。そうですよ。よくわからない。この攻撃。言葉狩りでしかないです。そうですね。うん、で、その我が国以外にもありましたよね、確かね。神戸市の教育委員会といえば。使命です。もうコメントで言っておられる方がいます。使命も禁止用語っていう話で。使命ってどういう意味なんですか？使命って結構。名字と名前っていうことですね。そう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 。なんでそれが差別用語になる？なんか、ね、いわく、なんか使用を持たない人のための配慮とかって。よく言う。わからないわけのわかんない話ですよね。ね。使命が差別用語って、うん。おかみたいな。オタク使命は何と言いますかとかって、普通に使用でも使うものが、これが差別用語だというふうな。言えばいいかな、ちょっと常軌を逸してるっていうか、意味不明しか言いようがないんですよね、この、教育委員会がこの決定事項にした話が。しかもあれでしょ、要は外国の人に配慮してって言いますけども、ちょっと待って、ここ日本じゃないのっていう話でして。そうですね。日本には日本のルールがあるわけだから。日本のルールとか、こう、世界のルールと外国のルールとか関係なしに。
やちょっと変でしょ。おかしいねこれ。だってアメリカに行けば日本人がミドルネームつけるじゃないですか。つけますそれ。つけるんですよ。あで、それで登録するんですよね。おうおうおう。だったら外国人日本に来たら日本でつければいいだけじゃないですか。そうそうそう。外国人登録で名前、あの、読み方とか変えられますね。そうですよね。その氏名がなくなっちゃうっていうのはおかしいですよね。いや、この氏名を名前っていう風な、多分だから役所の、だって、ね、だから、氏名とか書いてるじゃないですか。記入欄。はいはいはい、書いてる。名前とか。名前。っていうか、言葉狩りとしか僕は思えないですよね。言葉狩りですね、これ。新名とか、新名とかってことはあるじゃないですか。サーネーム、ファーストネーム、まあ、アメリカだ、まあ、どこでも英語圏だったら、ファーストネーム、サーネームってあるように。はいはいはい。このまま、新名が日本の、姓が先に来て、名が後ろに来るという。はい。それが、分けることができなくなって、名前っていうふうな一色体になるっていう話をちょっと言ってた。どれがサーネームか、どれが、あの、名前かがよくわからないという、あの、ファーストネームなのかがよくわからない。しまうこともありますし、それ以前に、これはもう、除去してっていうか。そうそうそう。日本語の普通の言葉を禁止にされる筋合いがわからない。では、ちょっと僕、神戸市ちょっと行っちゃってるなってしか僕は思えない。ねえ、これが、本当にまかり通ってしまうんなら。そしてこう、どういう話なんでしょうっていうね。じゃなくてよかった。まあ、兵庫県左翼多いけど、左翼多いって言っても、その、普通常識では考えられない。左翼以前のなんていうか問題っていうか、返答しか言いようがないんですよね。何でも譲りゃいいっていうもんじゃないような気がします。アホらしいっていうか、なんか言葉狩りっていうか、揚げ足取ってるというか、もう、まあ、アホとしか言いようがないんで次行きます。はい。ですね。あ、これがちょっと僕がちょっとびっくりしたんですけどね。はい。まあこれ群馬県の話なんですけど、38歳の群馬県職員が、まあ裁判所に提訴したんですけど、この方、遅刻49回。月給遅刻49回で、月給が、なんと、90万円、はい月給が90万円なんですよ。まあ、ほぼ100万円ですね。はぁ、が、10%、まあ、49回遅刻したんで、10% 減給処分にされたことを不服として、取り消しして、慰謝料440万円払えという裁判を起こしましてですね。これが、提訴は8月16日にされたらしいんですけど、まあ、訴状によると、男性職員は、懲戒処分で9万円以上が減給になったとし、延べ4時間強の、欠勤、まあ、遅刻に対する処分で、としては、相当ではなく、違法だと、無効などと指摘しているという話なんですけど、しかも、慰謝料140万円よこせと、しかも処分取り消ししろっていうような話なんですけどね。待って、計算が合わない。38歳で90万円ですよ、皆さん。38歳で90万円ですよ。うん、はい。しかも遅刻してるんですよね。そう、遅刻も、48回ですからね。多分年48回だったと思うんですけど、ほぼ毎日遅刻してるんですよ。そう、1週間に1回ですわ。簡単な話。ねえ、これ、こんなに遅刻したら、会社によってはもうクビですよね。クビですね。クビでしょ。はい、クビです。動画あってもクビですよね。そうですね。しかも、90万円年齢がもし60とかだったらまだしも、はい、38歳で90万円ですよ。僕こんなにもらったことありません。
あの具体的な金額言いませんけど、こんなにもらったことはありません。これすごいっしょ、38歳でしかも遅刻しまくって90万円とか、うん、ないわ。いいですね。不思議ですよね。あの遅刻が原因で、あの減給になったから慰謝料払えて、いや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 、謝るの誰なのみたいな話なんですけど。しかもこれで手当とかなんかいろいろ多分ついたら、うん、90万円どころではないんではないかという。ああ、なるほど、そういう可能性も。1000万円超えは必ずしてるだろうっていう指摘もあるんですけど、うん、いや、どんな仕事もできる人なんやろこの人。なんか俺その話をうちの母親に言ったら、うん、あれじゃん、清掃とかじゃん。ん？清掃とか。清掃は確かの給料はいいけど、でもそこまではもらえないでしょう。ブラックワークっていうやつですわ。おお、それですか。それですわ。なるほど。っていうふうな方を指摘されたんです。ああ、なるほどね。なるほど。いやいやいや、ごね方がいくらなんでもおかしいですもん。いや、おかしいですね。そうですよね。ちょっと、在日と、まあ、どうなんだろうね。日本人か、それとも在日なのか、それとも、あの、ブラックなのかよくわからないですけど。逆に賠償金払わなきゃいけないんですよね。慰謝料払え。通常で考えると。あの、そうそうそう、企業に対してですね。でも慰謝料払えって言ってますからね。90万円もらってて、90万円もらってて、遅刻48回しとってさ、あの、減給されたからやって言ってさ、慰謝料払えっていうのは、ちょっと。何の文句があるのって感じですね。何の文句があるのか、恥を知らないっていうか、そんなに金が欲しいのかっていう。ちょっとね、ちょっと、分をわきまえろって言いたくなるような。頭痛いですね、これは。群馬県の賞、はい、どうにかしてくださいよ。ちょっとどうにかしていただきたいところですね、これね。大の群馬ですからね。はい。あの、県の職員さんということは、あの、皆さんの税金から、あの、この人のお給料も払われてるっていうことですよ。そうですね。はい。いや、これはだって、群馬の人からしたら払いたくないでしょ。遅刻48回もしとって、しかも90万円もらっとって、しかも、あの、なんか言及されたのがうざいから提訴するっていう風な輩を職員に持ってるっていう事実は気に食わないでしょ、この不景気な世の中に。うん、ね、ほんとそうだと思います。ね、はい、やっぱり仕事はちゃんとしましょうね。仕事ちゃんとしてから文句も言いましょうですね。やむにしてもいいから遅刻はしないようにしましょう。ね、ね、はい、どうも、私も気をつけます。じゃあ、これでニュースのピックアップのコーナーを終了します。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、そうしましたら、今あの放送してます毎日本、あのどんなところなのかっていう話なんですけども、毎日本とはというご紹介ですね、あの秋代さんの方からよろしくお願いいたします。はい、あ、よろしいですか。いきますね。はい、お願いします。日本に誇りを持つ仲間たちのネットワーク、マイ日本とは、日本を壊そうとしている人が言うことを多くの人たちに伝え、日本を守るために何ができるのかを考え、仲間を増やすことを目指す SNS です。はい、ありがとうございます。はい、ね、そういうわけで、こうやっていろいろね、仲間を募るためにいろいろやってるわけなんですけども、そうしましたら次ですね、関西の方のですね、イベント告知、あの、イベント紹介を行いたいと思います。今週末から来週にかけて、あの、3連休2回ありますからね、結構イベントも盛りだくさんになってますので、順番に、全部はちょっと紹介できないかもしれないんですけど、順番に紹介していきたいと思います。まず最初ですね、もう映ってますけども、9月の17日土曜日です。パール博士、顕彰碑建立、14周年記念行事ということで、こちら場所は京都府の霊山護国神社の方で、14時から開始されます。パール博士、顕彰碑建立14周年記念行事、パール博士の偉業を忍び、大東亜戦争戦没者と
昭和殉難法務者を追悼するというテーマでですね、講演会が行われます。こちらね、奥野淳先生が、講話していただくですとか、あと、実際にね、大東亜戦争を経験された方っていうのも、